マニフェスト、マニフェストとバカの一つ覚えのようにマニフェストのことを言います。あの作った方がよほど安らないの群馬のヤンバダム、民主党出身の埼玉県知事の上田さんも激しく民主党に愛してます。そうした明らかに経済合理性、政治的な合理性に合わないヤンバダムをどうしてもやめさせたいというのは、民主党はマニフェストに書いてあるからだと言っております。そこまでマニフェストにこだわるなら、では民主党が今推し進めようとしている夫婦別姓や外国人参政権は一体マニフェストに書いてあったでしょうか。おやだい、民主党の本部に聞きました。民主党の人間が言うには党の政策集には書いてあっています。しかし民主党はマニフェスト、マニフェスト、マニフェストとバカの人とも言うと言ってんですよ。そのマニフェストに一行も書いていないことを今民主党はまさにやろうとしています。今回の臨時国会はともかく来年の通常国会に当たると、あの千葉恵子という国家の女が法務大臣になって言ってます。そしてあの温厚化けのように民主党にまとわりついている社民党、ここの辻元清美にしても、福島みずほにしても、夫婦別姓をやろうとしてます。外国人参政権もやろうとしてます。マニフェストの一体どこに書いてあるんですか。もしこんなことが出てたら民主党はあんな得票を取れるわけないんです。なぜ私は断言できるかというと、どの世論調査を見ても、各種世論調査を見ても、外国人参政権や夫婦別姓には少なくとも半分の人が反対してるんです。ですからあの汚い政党、卑劣な政党民主党はこんなものをマニフェストに乗っけてしまったら選挙に勝てないということで申請工作をしたわけです。そしてその割り手らっしゃるような善良な方々が民主党をまともな政党だと思って自民党を懲らしめるために言って売れてしまった。しかしそれは地獄への道に通じてるんです。夫婦別姓は外国人参政権の選挙は私は入って今いません。民主主義というものは手続きが最も大事なんです。そして民主党がここまでマニュエット、マニュエット、マニュエットとこだわるんであれば、マニュエットに書いてないことはそれも本当に心が割れるような重大なことは絶対に絶対にやってはいけないんだ。あの民主党と民主主義を標榜する政党がまさに今やろうとしていることは恥じるです。アドルフ・ヒトラーも民主的な手続きによって独裁者になりました。民主党は今まさに独裁主義、ファシズムへの道を歩み始めているんです。どうか通行人の皆さん、皆さんの多くは民主党にいる方がいらっしゃると思います。皆さんはファシズムに静かにして、ファシズムに手を貸してしまったということを真摯に反省をしていただきたい。この思い上がった民主党、これはまさにあの方が何人でもやる、勘でもやるというやるやる先だと言いました。